在にどのぐらい来ますか？あのね、週3日、会社そこなんで1ヶ月1回ぐらいです。1週間、あ、2週間に1回ぐらい来ます。銀座なんか毎日撮ってます。同じく毎日撮ってます。はい、私は近いので、はい、そこそこ。あ、そうですか。あ、毎日来ますよ。はい、このところが大好きです。にとって今一番大切なものは何ですか？あ、家族ですかね。私もそう。私もそうです。私もそうかな。はい、子供です。いい答えです。そうですね。両親。彼です。はい。一番大切なものは友達。いい答えです。私のメガネ、かっこいいメガネですね。大好きですよ。ありがとうございます。この写真を見て、名前を言えますか？菅直人とオバマさんとトム・クルーズと誰だ？あ、知らない。菅直人、オバマ、トム・クルーズ、これ分かんないですね。はい、朝原違うか。誰だろう、分かる？分かんないね。はいはい、これは、分からないです。はい、この人物これ何？わかんない。わかんないです。わかんないです。はい、わかりました。このピクチャーを見て、名前を言えますかね？あ、彼はわかります。カンさん、はい、オバマさん、トム・クルーズ。あ、ごめんなさい、なんかキリストの。はいはいはい、キリストはどんなイメージですか？なんかかわいそうなイメージ。イメージ、なんだろう。なんだろう、なんかここまで人がキリストを尊敬している理由っていうのはよくわからない。なんとも、なんと、わかんないです。あ、いや、わかりました。あ、ちょっとわかんない。ちょっとわかんない。まあ、まあ、いや、そんなイメージはないです。ごめんなさい。慈悲なイメージ。はい、あんまり縁はないですね。はい、わかりました。正しい人。偉い人。神。神ですね。個人的に興味はないです。あ、そうですか。そうですね、教会のイメージ。すいません、私はクリスチャンじゃないですけど、きっとクリスチャンの人にとってはこう生涯ともに生きていくっていう感じなのかなと思います。ゴスペルというスタイルの音楽には興味があったりしますか？あ、ゴスペルは聴くのは好きです。あ、そうですか。あの、一回聴いてみたいなと思います。はい、はい、期待です。はい、ありますね。はい、ありますか？すごいな。はい、あります。ゴスペルはいいと思います。あります。詳しくはないですけれども、うん、楽しそうに歌ってらっしゃるなと思います。はい、あの興味あります。ありますが、あの、一人でも音痴がいるともう全体が破壊されますからね。あの、大変、参加する方は責任が重いんじゃないですかね。おー、すごい、あります、ありますよ。はい、歌います。はい、歌います。ラー